10年以上の昔から今なお語り継がれる地味めな女子高生とギャル系の女の子の王道ゆり作品。今回紹介するのは森永ミルク先生によるガールフレンズという作品です。真面目な女子高生だった熊倉真理子ことマリはある日突然クラスの中でも派手な大橋明子ことアッコに声をかけられます。当初こそ困惑してしまったものの2人は放課後にファッションを楽しんだりプリクラを撮ったりしてどんどん仲を深めていき、やがて一番の友達に。しかし同時にマリのアッコへの感情も大きく膨らんでいき、その思いはいつしか恋心へと変わっていってしまうのでした。そんな2人の関係性の変化や繊細な心理描写を丁寧に描いたこの作品は、連載終了から10年以上経っているのにもかかわらず今なお高い人気を誇っています。実際ツイッターでおすすめのゆり作品を尋ねるツイートがあると、たびたびこの作品を紹介するリプライが見受けられます。さらに英語に翻訳された書籍も発行されているそうなので、海外のゆりファンにもぜひおすすめしたいです。個人的には各巻の最後にキスが行われ、それがちょうど時間への転換となる漫画の描き方は非常に計算されているように感じます。しかもその表現のせいで続きが気になって仕方ないので、このまま一気読みしてしまうことも。完全に余談ですが、先ほども言った通り10年以上前の作品なので、登場人物たちはみんなガラケーを使っており、それはそれで味わい深いものがあります。読んだら逆に新鮮で面白いかもしれませんね。それではまた次の動画お会いしましょう。